今日も全力ぶっちぎりマキピロくんでございます。はい、今回は超究極祭セーラム、こちらの光属性の攻略になります。で、編成しているキャラクターは源義経2体、ハムレット、久我雄馬となっております。で、源義経なんだけど、コネクトスキルの方が自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と戦型が異なるキャラが2体以上となっております。で、ここに信長を編成しようとするとちょっと難しいので、まあ、こういったね、編成になっております。ハムレットのところルナ持ってる人はルナにするともっと楽に攻略することができます。で、一応義経なんだけど超アンチダメージボール光属性キラーを持ってるので、まあ、火力の出せるキャラクターになります。あと超スピード型にもかかわらずダッシュを持ってるんで、まあ早いと。その上超 SS ターン短縮だから結構ここでもえぐいんだけど、ユナイトブリッツが面白いかな、やってて。なんでこの編成結構普通におうおうおうって言いながら楽しめる編成じゃないかなと思います。で、ハムレットに関してなんだけど、ハムレットは今回は戦型解放の方をしておりません。あとワクワクの実も、ついてない状態で、これつけると結構強いと思います。っていうのもハムレットの神王封じ M、 これボスに対してキラー効果があるので、あと魔法陣ブースト、これ両方かかってくると 3.0 倍かな。なんでかなり火力の出せるキャラクターになります。まあ戦型解放はちょっと他で使うか使わないかって言ったら、まあ、まずあんまり使うことないと思うので、戦型解放はもったいないので、個人的にはあんまりおすすめしません。でもワクワクの実ちょっとつけると、まあ、強くなるよっていうのはね、理解していただけるといいかなと思います。はい。で、あとは久我雄馬ですね。まあ、久我雄馬のコネクトスキル、これはねあんまり気にしなくていいです。 SS ターン短縮とか、まあ、耐性がねついてるぐらいなんで、まあ、基本的には加速枠、あとアンチブロックを持ってるので、まあ立ち回りやすいですよね。だから、まあ、ここもすごいおすすめで、例えばハムレットを、ルナとかに変えると両方ともアンチブロック持ってるキャラクターになるので、まあ、今回の、このランチャーパネルあんまり気にしなくていいかなと思います。これ結構削ったよね。だから義経のいいところってやっぱり、まあ、素浴びでキラー持ってるっていうところかな、まあ、ここが非常に攻略しやすいポイントになっております。で、ストライクショットは、まあ、貫通タイプになるので、ちょっとここのステージとはあんまり噛み合わない、まあ、価値がね必ず出てくるし、やっぱりあそこを潰したいので、しかもね価値とかに当たってガンって減速するとちょっと痛いじゃないですか。それを考えると、まあ義経に関してはストライクショットは使用しない方がいいんじゃないかなと思っております。久我雄馬に関しては SS どんどん使っちゃっても問題ない。で、あとハムレットも味方に触れると HP と状態異常回復ってなってますので、まあ、HP 危ない状態になったらハムレットストライクショットを使って、まあ、回復していくとかですね、そういった使い方もできるかなと思います。ちょっと、嫌な感じでね、今回変なバウンド何度かしたんで若干ちょっとグダッちゃってるし、 HP がねめちゃくちゃ危ないギリギリの戦いになってますけど、まあ普通にアイテム使ったりとか、そういったことをすれば、まあ、ここまでねやばくなるような環境にはならないんじゃないかなと思います。あとはハムレットのストライクショットとか使って HP の管理もできるので、それをねうまく使っていただければこんなジリジンのね戦いにならないと思いますので、はい、よかったら参考にしてください。で、今回ですねこの編成だけじゃなくてもう一つね編成紹介したいと思います。まあ、そっちがねベーシックではあるかなと思うので、まあ、そちらも見ていただいて、まあ、自分がね持ってるキャラクターとかで選んでいただけたらなと思います。まあ、特に今回まあ、キャラクターいないよっていう人はね、まあ、ハムレットが使えるっていうことだけでも分かっていただけたらいいんじゃないでしょうか。ということで次行きましょう。はい、今回の編成はルナ、信長、久我雄馬となっております。まあ、ワクワクの実とかは上の方を見ていただければ問題ないかなと思います。で、
今回あとコネクトスキルがですね、まあ、結構義経と野村がじゃあ一緒に編成できるかって言ったらちょっと厳しいかなと思います。信長のコネクトスキルの方が自身と種族が異なるキャラが2体以上、ここでもう侍っていうところで義経と被ってきちゃうんですよね。本当は一緒に編成したかったんですけど、なので、できませんでした。でまたは自身と戦型が異なるキャラが2体以上ということで、今回のねスピード型超スピード型2体になってますので、まあ、ここも戦型というところもクリアしているっていう感じなので、まあ、信長に関しては全然、コネクトスキルはクリアしやすいのかなと思います。でキャラクターの特徴としては超マインスイーパー持ってて、魔法陣ブーストカウンターキラー、まあ、これだけ持ってるキャラクターなんでやっぱり火力が出せる。しかも、まあ、ゲージのスキルではないのでランチャーパネルからねプシャンって飛ばした時もこのキラー効果とかが適用されるので、まあ強い。しかも超バランス型なので補正も入ります。とにかく火力の出せるキャラクターとなっております。でストライクショットの方がね5人に分身、あと天下一のカリスマで味方を率いて敵を打ち込むっていうことなんで、まあ号令かな、はい、なんで、まあ、火力もね結構出せる感じになっておりますので、まあ信長もやっぱり義経に比べると足遅くなっちゃいますけど、まあそこはね結構慣れてくると、あれ信長の方がね火力出せんじゃねっていう話になってくると思います。それぐらい強いキャラクターかなと。でルナもストライクショット SS 溜まったら、まあ、打っていけばね、またさらにここから火力上乗せできるん で基本的暴れ回るステージだから、特にルナのストライクショットっていうのはかなり有効になります。で久我優馬とルナじゃあどっちかしか編成できないんだけどっていうね、フレンドどっちも持ってません、どっち選んだらいいですかって言われたら正直編成次第かなとなっちゃう。ハムレット詰めるとかね、そういったところで、まあ、調整してもらうしかないかなと思います。はい、でも極力加速いた方がね楽なんで、まあどっちかって言われたら多分久我優馬かな。うん、ルナの場合は攻撃力アップとかできるんだけど、やっぱり、うん、加速でね殴ってなんぼっていったところもあるし、そういうこと考えるとどっちが優先かって言われたら久我優馬かなっていったイメージでございます。はい、まあ、そういった形で、まあ、今回ね2つの編成を紹介させていただきました。まあ、皆さんがキャラ持ってる持ってないもあると思います。なので、まあ、自分がね持ってるキャラクターで編成してもらったら、まあ、問題ないかなと思います。でどっちが、周回しやすいって言われたら、まあ、こっちかな。さっき紹介した義経の編成と自分のやった感じですけど、まあ、こっちの方が楽に感じた。まあ、火力が出しやすいかな。よければ高評価、チャンネル登録、ベルの通知などよろしくお願いします。以上、全力ぶっちぎりのマキピロ君でございました。またお会いしましょう。あばよ。